サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、犯罪捜査を担当する許可がアンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでいます。恵んでくれないかい。だろ、めちゃくちゃだよ。
ジェリコはどこにあるんだ。ご利用いただき誠にありがとうございます。空きスペースをご利用ください。マンディがいるとおばあちゃんが暇になっちゃう。私マンディ好きなのに。そうね。それ本当？なんかで読んだ。またガセなんじゃないの？
ジェリコへようこそ。